はい、皆さんこんにちは、アイズチャンネルのあきくんです。ご覧のようにね、今日はすごく天気がいいので、会津若松市内を車で走っています。車でね、会津若松市内を走ってみるとわかるんですけども、とても一方通行が多いです。今回は中央通りから東側、馬場町から行仁小学校ですね、そのあたりまでの一方通行を走ってみたいと思います。5番の目のように縦横にそれぞれね、道が交差しているんですけども、その中でもね、南北の通りは交互に一方通行になっているので、そちらの方をね、今回走ってみたいと思います。会津若松市の観光のお役に立てれば嬉しく思います。なのでね、最後までぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。
中央通りから馬場町、そして行仁小学校の通りまで5本の一方通行を通ってみました。いかがだったでしょうか。会津若松の方へね、観光で車で来る方は、もちろんなんですけども、地元に住んでる方でもね、あまり車を運転しない方や、免許をね取り立ての方なんかは、結構ねこの一方通行を、間違ってねこう走ってしまっている車っていうのもねたまに見かけますので、本当にね標識を、十分にね確認して、走っていただきたいと思います。はい、それでは今回の動画はこの辺にしたいと思います。 YouTube の他にね Instagram や Twitter もやっていますので、会津若松市を撮った写真や、僕のねプライベートなことなどもつぶやいたりしていますので、よかったら見てみてください。リンクはね概要欄の方へ貼っておきます。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。